喋るから、この子喋るからね。どうぞゆりちゃん。10月22日金曜日、嘘でしょ、もう金曜日の時間でーす。いやーいじゃー、いやー、3人揃いました。久々ですね。もう二度と会わないような気がしましたけどね。誰かしらな、VTR だったからな、元気。おかげさまでね。え、2人はすっごい久しぶりじゃない？いや、そう、いや、久しぶりだね。そう？いや、どうなんだ、いつあった？俺とゆりえちゃんだけの時もあれば、みちぃちゃんとゆりえちゃんだけの時もあれば、俺と、どうだろう、ゆりえちゃんはみんなやってるんだね。そうだよ、あなたたち2人がね、旅するの。俺だからたまに干されるんだよな。そうなのよ、いや、ね、見てよ、マイク、マイク全部ゆりえちゃんに向いてるから。皆さんご覧ください。もうね、僕らがうるさいっていうことでね、マイク全部なぜかアクリル板を通してゆりえちゃんの声しか拾ってないんですよ。いやー、距離よ。ゆりえちゃんすごい手前にマイク置いてるもの。はい。うちらすげえ遠くだもの。そうなんですよ。これね、あの見てる方わかんないかと思いますけども、あの我々とマイクの間これ5メーターぐらい離れてますから。離れすぎだよ。いや、しかしだよ。よもやよもやだよ。まさかまさかだよ。いや揃いましたね。いや、緊急事態宣言も明けつつ、そろそろ東京都あれじゃないですか、来週から結構もう解禁なんでしょ。お酒も解禁だし、ボジョレーヌーボー、ボジョレーヌーボーも解禁だし、時間ももういつまでやってもいいよってなるんでしょ、来週から、ね、来週からなの。そうなのよ。え、そうな、急なのよ、大体全部急なのよ。俺この前、ね、家の近く の、 あの居酒屋に行ったの、うん、やっぱりあのそれはまだ時間早い時間だったからやってたんだけど、やっぱりもう店員さんがもう不慣れすぎ、もうずっと休みだったじゃん、で急遽こうなったじゃない、不慣れすぎてて、最初の1杯目のビールにレモン入ってたからね。いや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 、待てでしょ。レモンビールって美味しいんだよ。いやだけどさ、こう飲んだらさ、コツコツコツって当たったのよ。あれ、泡見えないから、シャボン玉みたいだな。あ、トンボだよ。いや、ひどいね、さすがだね、これ久しぶりだね。いや大変だったのよ、それだけじゃないので、レモン入ってますって、お取り返しますって言ったら全然来ないから、さっきのビールは来たらやっと来たりとか、一番最初に頼んだ串が40分経っても来なくて、40分後にすいません品切れですって来たり、いやいや、で、あの火がちょっとついて上で焼くさ、あるじゃん、こうちっちゃい、牛肉が乗ってて、あのカチッてやって、こうあってやって、ここで焼いてみたいな。いや違うんだけど、でもすき焼きだったとしてよ、いきなりこの上の皿だけ持ってどうぞって渡されて、生の肉が、ええってなって、だからあの人として見られなかったね。いや、こういう顔の犬いるもんね。なんかあのそれぐらいもう居酒屋の人たちてんやわんや、もう1年ぶりぐらいにやってるから、もう何にもオペレーションできてない。あの人員削減してさ、また急に解除したから、新しく入れてるから新人さんばっかりだったもん。そうなのよ、いやもう大変、他にもあったんだよな、すげえいろいろあったんだよ。全部今すぐ思い出したよ。いや全部思い出した。でも今それ話したでしょ、肉も話したでしょ。えそれってさ、来るのがなんか混乱してるみたいなのって、人が多いってこと、お客さんが。お客さんも多いけど、多いんだ、店員さんがもうそもそも足りないでしょ、落ち着いてない。うーん、だってもうひどかったもんな。どうすか、いやバージでしょ。バージン？バージン。私？やだ。いや本当。白い目で、なおちゃんが白い目で見てますよ、こういう話をすると。どうなんですか？大好きだからこういう話ね。バツ。その話はするのの、バツが出ます。呼ぶぞ、こっちに呼ぶぞ。どうすか、界隈。六本木界隈の盛り上がりはどうなってることですか？あの六本木は、うん、もうあのかれこれ、はるか昔の 3.11 なのあったでしょ、うん、大震災。うん、まあ、あれ以降、もう、うん、死に続けてます。そうなんだ。そう、もうあの頃からもう人がどんどん減ってって、今すごいよね。もうゴーストダウンだよ。うん、ああ、そう。昔は本当外国の方で溢れてたじゃない。外国の方もそうだしね。まあやんちゃな人もいっぱいだしね、うん。もう今いないの。もう今はね、平和ですね。加速化してますよ。まあでもいいと思う。いいんだ。なんか静かでいいかも。いやでも全然僕の思ってる六本木と違うんだろうな。全然違う。全然違うよ。いや
そういうもんなんすね。この間ね、めでたくあのご自分の働いてるバーのね、うん、折り込みチラシみたいな宣伝をねされてましたもんね。うん、VTR で、ね。VTR で。そうなんですよね。まあ、私行ってないんですけどもね。行ってない。いやでもバーってずっと閉まってたわけだからね。もう本当いないいないバーだよマジで。いやもう昭和だな。おいこれ楽しいぞ。ね、ちなみにプレゼンテーションは古賀さんだったんだよね、そのとその回の。優勝者はそうなの、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  VTR に持ってかれたんだよ。VTR にもかかる。違う違う、それはあのこのスタッフの一人がうちのバーの店員だから、うん、え、そうなの。そう、渡るそうだよ。あれ、いやいや、これは、ね、あのその夜の六本木のバーに入れたのも俺だし、このアズレフィスタッフで入れたのも俺だからね。いやいや、ね、ピンパンピンパン、局長が、局長がなんかもう拝み倒してますけど、私に向かってね。すごいね、そんなですよ、圧線の窓口なんですね。言い方よ、言い方。なるほどね。だから渡るはね、きっと俺に足を向けて寝れないと思うんですけどね。寝ると思うけどね。あいつの鍵口すごいからね。ピンポンじゃねえよ。いやいいな、3人楽しいな、まあ、ということでね、まあ、あのこの3人でね、また今度いつ揃うか分かりませんけども、次いつ揃うんだろうな、とりあえず私ね、甲賀忍と末永ゆりえと吉木みちえでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからまだ10分も経ってないよ。今日ね、分かる、俺これ下に何か着てんの分かる。いやいや、それみんな着てますからね。いやいや、この下、この下、うん、気になんない？わかんない？ちょっと何だと思う？え、何？じゃあ、いや、やめなさい、全部出すのやめなさい。全部。あ、ほらほら。すごい手術着だ。違うわい。違う。コックコートっていうの？クックコートっていうの？わかんない。なんかコックさんが着るやつ。コックなの？いや、違うの。今度11月にあるお芝居の衣装で、うん、これなんだけど、うん、あのもうついたの衣装、そうそう、あのちょ、もうちょっとなんか使ってる感出したいなと思って、うん、家とかあの電車の中とかをなるべくこれで生活しようと思って、電車、うん、言ってくれたら汚してあげるよ。なんでこれちょっと白と白で分かる、これでもいろいろと知ったのよ、うん、だいたいこの服じゃない、コックさんって、うん、で なんでここだけ外してるのこれ。確かに、ここつけててもいいんだけど、要はこれって、うん、なんかこれダブルじゃん、わかりません、あのどっちこうなってるじゃん、うんうん、こうなってるじゃん、うん、この理由知ってる、出た、吉木雑学出た。ほう、それはあれじゃない、うん、あの右利き左利き、あー来やすい、近い、お、近いって適当に言ったのに、うん、え、私もそう思ってた。あ、本当に、うん、女性用だ、これ、なぜか知ってる、なぜかって興奮して、なぜかはなぜかって言ってるけど、これなぜこうなってるか知ってる、こっち向きとこっち向き両方できるようになってるか知ってる。でも今右手左手が近いってことは、いやでもね、分かった、右足左足交互に見て、いや、これ料理人、ここが当然汚れるじゃない。分かんないよとは限らないよ。ここかもしれない。まあ、そうそうそう、そっから、ね、前だからね、袖がちょっと長めに作られてんの。なんで、ああ、そういうこと、知ってるの、汚れを隠す、ね、ああ近い、これはでも熱くなったやつとかこうやって掴めるように、あ、そうなんだ、そうそう、ちょっと長めに作ってあって、そういうことか、で折りやすいようにここも切れ目がしっかり入ってて、そうなんだっていう風な感じで、ここもか基本的に作ってると汚れるけれども、うん、お客さんとかと挨拶するじゃない、右利きと左利きの人が気がする。バカ野郎、いやちょっとあれだね、もう記憶障害だね。ゆうちゃん、ちょっと汚れるじゃん、はい、外すじゃん、うん、こっちを表にすれば、あ、綺麗な面が常にね、 そっちの面も汚れるじゃん、そしたら今度は裏返しするじゃん、ね、4通り切れる、バカ野郎、え、じゃあ汚れるから合ってる、そう、汚れるから、でお客さんと挨拶するときに、バツって言われた、うん、で、しかもこれ、このなぜこのボタンか知ってる、なぜこのボタンか知ってる、それはあのつまむためじゃない、なんか寂しい時に正解、バカ野郎。なんか、いや、見えない、でしょ、これね、な、油とかかかってあちちってなった時にすぐ外せるように、うん、普通のボタンだと外すの大変じゃん、行くよ行くよ行くよ、せーの、ほら、おー、すごい、パッと抜けるようになってる、で、こうなってて、で、こうすればちょっとまだ綺麗だから、なじみのお客さんに挨拶しに行くときはこっちにして、やだ素敵、ね、っていう機能が、もう一回もう一回、ルルルルルル、つけるのに時間かかんない、つけるのにはかかるっていう、そう、でも一瞬で脱げるようになってんのよ、すごい、なんか粋だね、粋ってどうなんだ、外国、粋な美学じゃん、それ、なんかこの形いいよね、なんかね、うんうん、どういうこと、つまみやすいよね、なんかこれ、この番組はですね、アズーリからお届けしておりますが、アズーリではですね、あの、皆さんからツイ
ッターで募集してます、うん、ご意見コメントをいきなりこれ来たね、そっち先いきなりこっち、ね、いいじゃないですか、いいじゃないですか、だってどんどんメッセージ送ってほしいもの、そう皆さんね、あのツイッターのみで受け付けておりますんでね、アットマーク AZPAN アズパン FM と覚えてくださいね、何か思ったことがあったらですね、何でもお悩み相談でもいいですよそう ね、みんなで解決しよう、うん、お金のこと以外だったら何でもこちらの方にツイッターで送ってくださいお金のことのご質問来たら我々の答え全部違う答えになっちゃう、我々は相談したいぐらいなんでね、それはね、そしてですね、あのこの番組というかこの曲ではですね、もう本当コロナ対策は万全を期しておりますんでね、ね、もう隣はもう窓でございますしね、外は雨が降っておりますしね、雨だね今日、寒いね、寒い、また話が脱線するだろうそしてあのここのね、部屋の中には秘密駅もあるんだよね、ゆりえちゃんね、お、何だったっけ、なんだその秘密駅、なんだ誰だよ、どこだどこだ、ここか、あそこか、教えて教えて、はーい、こちらトレイルフレッシュ、はい、何が取れるの、何が取れる、嫌な空気が取れます、あじゃあ俺らいなくなっちゃうねバカ野郎、違うんだよ、フレッシュな空気が取れるってことなのよ、じゃあダメじゃねえかってんだよ、だからこの新鮮さがなくなっちゃうってことじゃん、ダメな空気を排除する取るんじゃなくて、新鮮な空気を取り入れるの、取れるなの、これ取り除くんではなく、そうそう、じゃあこっちは取り入れるフレッシュにしたらいいじゃんじゃあよろしくお願いします、はい、そうなのよ、さっきは濁音がすごいんだけど大丈夫か、今日濁音つく ね、寒いからかな、ちょっと待って、ほらあと応援の会話、あ、そうそうそう、ね、はい、ちょっとちゃんとやってみて、カメラ切り替わってる時喋んのやめてもらっていいですか、ね、言いたいこと言えないんでね、はい、番組応援の会会員様募集中でございます、こちらは特典としまして生放送の見学に抽選で参加できたり、応援する番組 MC とのイベント、生放送中のテレビ電話に抽選で参加できるなど多数の特典ご用意しております、ぜひよろしくお願いします、誰も来ないよね、そんなことないよ、はい、そしてですねこちらやばい、すごい、今シンクロめちゃくちゃシンクロしててましたね、はいはいはい、逆だったのね、うん、大丈夫です、はい、こちらのアドレスの方までですね、懸命に番組名を記入の上、嘘でしょ嘘でしょ、嘘だよ、もう金曜日と、記入して、会費は1万円で1年有効となっておりますので、はい、こちらどうぞよろしくお願いします、ありがとうございます、もうね、ただいまね、ケミさん、ずーっ息止めてたんだ今、そうよ、ゆりえちゃんのアップの時に黙っててって言われたから、空気止めて待ってたのよ、あ、死ぬかと思った一回5分間だけユリアカメラに切り替えよう、やめてくれよ、ね、やめてくれよ、ただいま応援の会ね、はい、ケンケンさんと、うんうん、新しくたまみさんが入ってくるんですね、そうなんですよ、現在2名の会社、年々あの応募待ってます、でもあのこれ1年間でしょ、うん、ケンケンさんそろそろ切れんじゃねえのまだ経ってない、うん、今日で20何回目、22回目3回 目, 回目あ、まだ1年経ってない、経ってないです、5月ですよ、そっか、まだ大丈夫か、うん、まだ半年大丈夫か、まだ大丈夫、じゃあケンケンさん更新もよろしくお願いします、ね、まだ当たってんのに、いやいやそんな感じで ね、いやまだまだ募集しておりますからな、うん、USJ だっけ、あ今停電してる、もうねもう全然前に、ね、復旧したらしいんだけど、復旧したんだ、あ、よかったね、知らない、ジェットコースターさ、そう止まったらしい、ちょうど降りるとこ、降りる瞬間に止まってたじゃん、降りるっていうか、なんかなんかてっぺんで止まってる、そうそうそう、いやだ、めちゃくちゃ怖いよね、あれさ、宙返りのここで止まってたらどうなってんの、あれみんなこうみんな、なんかあったよね、でもなかったっけ、そういう状態止まったことあったよね、なんかあったね、あれあるよ、あるよ、あったね、あったことあるよ、富士通どこだっけ、あれ富士通でメンバーだわ、いやいや富士急、いやいや富士急でなかったっけ、どこだっけ、でもあったよね、どこに言っちゃったんだ、宙返りで止まってたことあったよね、あれは血が昇るよね、いやだね、どんぐらい耐えられるの宙返りで、逆立ちどんぐらいできる、じゃあやってみ、ちょっとやってみて、バカ野郎、ガッチャンガッチャンになるわいやでも5分とかでも絶対嫌だと思うんだけど、絶対30分ぐらい待たされるでしょ、そんなのすぐには助けてもらえないでしょ、だからどうする、自分が逆さでさ、こんな状態になった時に、どうするよ、一回どうしようもないよね、って言うよね、一回そんな状態になったら絶対そんな冷静ではいられないよ、いられない、あ、まずもう多分、あ、でもね、知ってた、逆立ちしてると頭に血が昇ってるから、絶対に気絶できないんだよ、すごい雑学、すごいね、これちょっとね、グロい話なんだけど、
昔のね、うん、その拷問でそういうのあったんだよ。あ、気絶させないように。どんだけやっても気絶できないから地獄でしょ。そうなんだ。俺ね、世のもう本当人間が一番怖いよね。え、なんか私そういうさ、拷問、西洋の拷問好きなの。目がキラキラしてるよ、やべえよ。本を読むのがね、うんうん、結構好きでよく読んでた。いろんなのあるよね。うん、ドキドキワクワクするの。いやいやいや、すごいなって思って。ただ目はキラキラしてるけどね。いやいや、そんなことないよ。ひどいことだよ、本当に。いや、そうよ。ひどいと思う。意外となんかこの子ね、あの、M っ気もあるから、うん、実は結構そういうのちょっと無理無理やられたんじゃない。ちょっと無理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 、絶対無理。いや、でもこの状態で止まんのはな。いやいや、もうね、多分ね、もうトラウマになると思うぜ、みんなね。上で止まってもそっから階段で降りてこなきゃいけないんでしょ。もう絶対怖いじゃない。まあ、一応なんか命綱をつけてね、フォローはしてくれてるけど、フォローなかったらちょっともう何の回になっちゃう。いやでもまだまだ USJ で、まあでも47メートルって言ってたかな。結構高いよね。相当よ。いや、あんたこれもしもよ、富士急の超富士山ってコースターがあんの。ある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 。あんなてっぺんやった、行ったことある。行ったことある。いや、マジあれ死ぬぞ。本当。俺多分富士山だと思うんだけど、先頭かなんかに乗ったことがあって、こう登ってこう降りるじゃん。急すぎて、線路が見えないのよ。レールね。レールが見えないの。だから、もう空中投げ出せ、レールが見えてればここ走ってってのが分かるけど。だからか、ジェットコースターって先頭よりも実は一番後ろの方が怖いって話なの。そういうことか。あ、そう。見えないから。見えないから。どこ走ってんのか分かんないのよ。すげえ怖かった。全くないとこ勝手にこう進んでいくのよ。あ、そっか。言い過ぎじゃないそれ。嘘。そんなに不安になるな。嘘え、どうだ、嘘だから。絶対前が一番怖いと思うんだけどな、俺。いや、怖いよね。だって前に誰もいねんだもん。誰かいたらなんかさ、こうね、クラッてできるけどね。それすら、いや、で、結構ジェットコースター乗るタイプ？いや、俺本当にね、乗る。俺結構絶叫系嫌いなのよ。フリーフォールとかは苦手？フリーフォールは得。何が怖いの？いや、落ちるだけだぜ。それが平気でジェットコースターはダメなの？バカおっしゃいなよ。ジェットコースターは移動するんじゃん。フリーボールもすげえ速さ出る。フリーボールこうやってなんか上下じゃん。でもストーンと落ちるじゃない。え、落ちるのが嫌なわけじゃないんだじゃん。もうそうだね。これ以上落ちようがないからね、俺の人生。バカ野郎。違うのよ。ジェットコースター。不意つかれた感じで向こう笑ってますけど。あ、そうなんだ。俺ね、ちっちゃい小学校の時に初めてフリーフォール乗ったのよ、一人で。あのね、あのサマーランドだったと思うんだ。サマーランド楽しいよね。で、何にも知らないじゃん、情報として、荷物を、ね、あ、サマーランドじゃないか、どこだっけ、荷物をね、足元に置いといたの。やっちゃったね。で、布団とストーンと落ちた瞬間に、次の瞬間荷物がここにあって、いいね。そして取ってゴーってね。だからもう荷物取った思い出しかないんだ、フリーフォール。すごいじゃん、プロじゃん。焦ったよ、言えよ店員さんよ。なんかポップコーンとか食っててほしかったな。無重力状態じゃん。さすがにそれは言われるでしょ。ポップコーンは止めないでしょ。荷物を持って乗って足元置いて、え、怖いフリーフォール、え、怖いフリーフォール。ジェットコースターの方が嫌かも。ジェットコースターの方が嫌でしょ。そうなの。フリーボール、どっちが怖い。かかかか、私フリーボールの方が。誰がジジイだよ、お前。言ってねえわ。どう考えてもフリーボールの方が怖いよ。なんでだよ。どう？だって、なんでだよ。だってさ、フリーボールって、フリーボールってさ、こんなにこの話で長引くと思わなかったけど、めちゃくちゃ怖いじゃん。フリーボールは落ちるだけなのよ。そうなのよ。ジェットコースター落ちつつも激しく動かされるから、そうだから俺すごいマイナス思考だから。本当に飛んでくんじゃないかとかって。俺もそう。こいつがね、こいつが信じらんないの。そうなの、そうなの、そうなの。これでも汗びっしょになってくからね、俺ね。あとあのバイキングってあるじゃん。あのこれね、これあれもね、このなんか中途半端なバーが信じらんないの。あれこそ両端の人すごい大変だよね。なあ、あれなんでこれくれねえんだよ、これ。なんでここだけなの、バー、足元のバーだけなの。え、本当にこうなるよ。だから俺ね、この目の前のバーをグッと押さえて、なんかもう重力との戦いをずっと、もう楽しくもなんでもない。ただの筋トレ。楽しくないのかい。本当だよ。いや、大盛り上がりじゃない。すごいね。ムーブメント
まあ、ミュージみんな好きだね。好きだね。全然行ってないの。なんでさ、ディズニーランドのさ、うん、テラ、タワーオブテラー。はい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 。あれ、何がこ怖いって人いんのよ。え、怖いじゃん。あれもだからフリーフォールと同じじゃん。あれフリーフォールでしょ。あれフリーフォールでしょ、だって。フリーフォールだけど、うん、怖いの？え、死ぬ、もう処刑台に登ったような気分で上がってるもん、なんか。そうね。あ、楽しくすごい、あれ。まあでも、好きで。ね、まあまあ乗るんだけどね。あと本当に安心して乗れるジェットコースターはビッグサンダーマウンテン。ビッグサンダーマウンテン、ああ、ディズニーランドあるじゃない。うん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 、あれはあのね、スペースマウンテンはちょっと怖いのよ。うんうんうん、なんですか？なんですか？なんかあのクレームですか？ツイッターが届きましたよ。スタッフの人はなんか急に入ってきて、なんかもうはいはいはい。ツイッター来ました、ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何なんですか？はい。あ、初めていただくお方ですよ。初めての方来た。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サインボール収集家のしげさん、ありがとうございます。しげさんね、かるさだ店長さんからいただきました。ツイッターでフォローしてくれてるんですよ。あ、本当に。そうなんですね、はい、おー、3人揃いましたね。やっぱりこれが一番ですと。やだ、嬉しい、ありがとうございます。サインボール収集家ってことはどれぐらい持ってんのかね、サインボール。そりゃもう星の数ほどあるでしょうよ、ね。持ってる、誰かのサインボール持ってる。俺ね、そういうの全く興味ないの。え、プロ野球選手ってことでしょ。まあまあプロ野球でもサインボールつってるからほぼプロ野球か。テニスのボールに書こうとしたらマッキーが絡まるからね。大変だよな。確かにカカカカってなるから。俺ね、野球本当に興味ないんだわ。だけど野球本当に大嫌いなんだけど。大嫌い。大嫌いと言ってもいいんだけど、イチローと誰、二刀流。大谷翔平が出てこない時点でよほどだな。確かに。だけどこの2人が大好きなの。昔あのもっともっと我々の個人情報が許されたから野茂秀夫ね、秀夫ってね、野茂が投げれば大丈夫って流行ったんだよね。そう、あの選手名鑑ってわかる？これ選手名鑑わかる、うんうん、あれで昔みんな個人住所が載ってたの。やばっ。すごくない？で俺ちっちゃい子、小学校の時に、うん、俺の出席番号が17だったから、うんうん、牧原が17の背番号、巨人の牧原、うんうん、で牧原のファンだったので、選手名鑑見て目黒の自宅に関西ハガキにサインくださいって書いて送ったら、関西ハガキに書いて戻ってきたの。めっちゃいい。めちゃめちゃ、しかも届いた時に俺熱出して、高熱出してうなされてる時に、よしき、なんかサイン来てるわよっつって、牧原から帰ってきたって。めっちゃいい話だ。めちゃめちゃ興奮。もうそっちじゃねえよ。たまった方でしょ。そういうことを言わないの。いや、感動よ。それでもいい話だね。もうめちゃめちゃ嬉しかった。いい話だ。未だに実家の自分の部屋の壁にこの完成はがき貼ってある、うん、でも本人が書いたかどうかわかんないけど、ね、いや、そこなんだよ。奥さんかもしれないのよ。ほら、うん、怒られるぞ。いやでも結構すぐじゃなかったのよ。2週間後ぐらいだったから、本人じゃねえかなと思うんだよね。いや、本人ですよ。じゃあ、もう一回確かめてくれ。いや、だからね、本当にね、昔の選手名鑑取っときゃよかったと思って。で、原辰徳に送ったけど、サインは返ってきませんでした。腹立つね。そういうこと、そういうこと言わない。いや、でもそれぐらい昔のサインくださいって送って帰ってきて感激したんです。サインボール持ってないです。あ、そう。サインボールは持ってない。結局それが言いたいがための今前振りだったんだけど、随分長かったね。この放送はですね、随時スポンサーの皆様を募集しております。急に来たね。急に来たね。この人ね、急なんだよ、言い方が。ただいまね。そうなんですよ。及川さん、及川さんと、遠山園さん。はい、これ梨の遠山園だですね、はい。T シャツを我々着ておりますよ。はい、なんで着てねえんだよ、お前。脱いじゃったんだよ。脱いだからか。そう、これ見せたくて脱いじゃったよ。おしゃれでしょ。これね、あの。3人着て揃うよ。3人着て、初めてかも。やだ、興奮。そう、これね、スタッフ用の T シャツなんですけどね、売りにも出されるみたいなんでね、今後ね、ああ、そうなんだ。販売をね開始するという。そう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 。うん、梨園だからもっと和の感じかと思ったら全然素敵なデザインだよね。ね、なんかさ、いい、普通に私服だと思われるよね。ね、うん、ちょっとおしゃれだよね、なんかね。うん、あ、山園さん。そうなんですよ。でもね、これ収穫終わっちゃってるんでね、もう行っても何もないんですけども。うん、あ、でもね、これ来年か再来年かですね。うん、
あの、どうしたの？ちょっと今そのために今切り替えてるでしょ？ちょっと今ね、画像をスタジオに戻してみて、今ね、あの、スタッフのなおちゃんが今、なおちゃんがポスターを直してくれてるんで、ちょっと渡る、今切り替えなさいって。これダメなの、先輩だっていいじゃんか。後輩だからね。ほら、いいだろ、ちょっとほら、今だから、早くして、切り替えてみて。なおちゃん、いいよ、可愛いんだから、なんでそんなに逃げるの？すぐ締められる。いやいや、これね、なし園でございます。遅いよ、今やってみたのに、なおちゃん。さすがのスタッフワーク完璧でございますね。なんだかな。富山園さん、よろしくお願いいたします。富山さん、でもね、販売所が今ね、ちょっとまあ普通のね、どこにもあるような、そのなんかいかにもなし、なしの、あの販売所っていう感じのところなんですけど、これね、あのまあオーナーのやっぱ小泉さん、おしゃれなんで、建て替えるそうなんですよ。めちゃめちゃおしゃれになるらしい。ちょっといつかはいつになるか聞いてないんですけど、もう本当に何なんだろう、この建物何屋なのってわからないぐらいなるの、ものすごいおしゃれな感じになるらしいんで、何そのできたらまた紹介しますんでね、紹介するし行きましょうよ、行きましょうよね、もうね、あ、車で行きましょう、みんなで。あの小泉さんに会ってないでしょ、なし園のオーナーの。本当だね、あんただけで会ってないのね。いやちょっと、うん、ごめんなさい、ね、まあ、今度また紹介しますけどね、よろしくお願いします。はい、そうそう、これが変わるってことね。この建物が、まあ、今でもちょっと結構おしゃれだね、うんうん、これがもっと、あれこれ何なんだっけ、これ変わったね、もう変わってんのこれ、え、あれ変わりましたね、ちょっとこれアップにできる。え、指でギュッと、これもう変わってんね、こんな感じじゃなかったよね、うん、本当になんかもっと、え、嘘だ、こんな早く変わるか、すごいね、柴木一子氏変わりましたね、確かに、あれでもなんか売ってるよ、だから梨以外にも売ってんのかな、売ってると思うけどね、ちょっと気になりますね、ちょっと気になるね、これでさ、アーカイブ見て変わってなかったら私たち最低最悪だよね。いやでも多分変わってない、ちょっとなんかさっき俺がなんかこうすごく言ったほどではなかったね、おかしいな、おしゃれじゃないですか、言ってる感じだともっとなんか熊健吾デザインみたいな感じのイメージしましたけども、でもイメージ写真見せてくれたの小泉さんも、そういう感じだったの、だから、うわ小泉さんすごいですねって言ったら、あのちょっとあの小綺麗な販売ちょっともう一回確認しましょう、そうだね、これちょっとみんなで行きましょう、真意を確かめましょう、真偽を、はい、ということでね、あとそれから及川さんね、及川さんはね、まあいろいろお仕事やってるんですが、あのキャンプ場経営しておりまして、これねツイッターのねケンケンさんのアイデアをもとにハッピーランド村、略してハピソンという名前が決まったんですね、ネーミングがね、あのね、キャンプやってるじゃない及川さん、私最近ね、キャンプちょっと行ってきた。お、ソロキャンプ？あのソロじゃなくて、奥さんと娘連れて、5歳の娘連れて行った。普通のキャンプだな。そうそう。でも全くアウトドアやってないの今までに。え、めちゃめちゃできそうだけどね。全くやってないんだけど、初めてよ。だからこのソロで行くのは、そのソロってのは昔誰か高校の時にボーイスカートやってる友達に連れられて行ったりとか、誰かに連れられて手ぶらで行くとかはあったんだけど、この自分で用意してオートキャンプに行くっていうのをね初めて、オートキャンプ車で行って車横に止めて車の横でテント張ってとかいう感じ、いいな、初めてテント張れんの、だからすげえ簡単なテントと、あとタープって言ってこの日置きみたいなやつと組み合わせて、知ってる、すんげえ髪固まるやつでしょ、女子とかいいですか、ケープだわ、あ、そうなんだいやそう、だからもう最近ちょっとキャンプに目覚め始めてますよ、面白かったんだ、面白かった、面白かった、いいな、あのリータン、家だと部屋暗くすると寝られないっつって部屋明るい状態で寝たりするのに、キャンプだと全然暗くても全然平気だし、眠くなってきたから一人で寝るに、家が嫌いなんじゃない、やっぱりか、最近さ、もじゃげだねとかさ、いろいろいじってくんだよね、みちいちゃんのことも嫌いなんじゃない、もじゃもじゃ嫌だって言われました、嫌だ、すべてが嫌なんだね、きっとね、あもうだ、もう反抗期だ、ショックすぎる、あやいな、リーダー、いやいや、及川さんのキャンプ場もぜひぜひ皆さんで行きますよ、ね、焚き火とかさ、そう、焚き火したい、永遠に見てられるよね、焚き火したい、見てられる、なんでだろうね、あれね、なんかに、あの、人間はなんか火を見ると落ち着くようにね、インプットされてますからね、ああそうなんだ、一番最初に見るものって火じゃない、文明の始まりって、
そんな顔しないで。一番初めに言うのママだよね、大体。いやいや違う違う、あの違うよ、そうじゃなくて原始のもっと遡ると、うんうん、火があることで人間はその武器を持ったりとか、ああ、ね、一気に成長していったってね、発展して食べ物もね、火使うことによって一気に広がりましたからね。そうそうそう、だから火は全ての根源だからさ、落ち着くようになってんだ、うんうん、そうなの、ね、絶対ちょっとさ一回みんなでその、うん、及川さんのキャンプにも行きたいね、うん、行きたい。私キャンプそういえばしたことないと思う、人生で。ああ、そう、うん、どうなの、アウトドア。俺好きだね、ただ好きなんだけど虫が苦手でね。いや俺だからね、キコリ用の、あの蚊取り線香買いましたもん。キコリ用、キコリの すごい破壊力を持った蚊取り線香、赤い蚊取り線香がある。キコリの方はみんなそれを愛用してるっていう。そう、そうなんだ。それ2つ買った。それ絶対来ないの蚊。あのまあ来ることは来る、来るじゃん。ただ他普通のやつよりか全然効くよっていう。俺だからね、ちょっとあのムカデとかね、ちょっとああいう、まあ苦手なのよ、なんか騒ぐ方、虫来たらギャーって言う方、 そんな、なんかブオーってなる。やっぱりなる、結構なリアクションですね。結構リアクションです。ああああああ、そういう感じ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 。そうですか。虫得意なの。いや、俺もやだ。どうなるの。うわってなる。いやいやいや、俺、蚊ですら、うわってなる。蚊で蚊がいきなりここポンってくるじゃん、うん、あれも。いや、別にそれは、うおってなるだけだよ。俺、すげえ刺されるの。いや、カメレオン。むしろカメレオン。似てる。ツイッター、ツイッター紹介して。カメレオン似てるね。ありがとう。みちーちゃん。まあね、確かに。うん、似てない。確かに。どういうすごいね。確かに、確かに。はい、どうぞどうぞ、はい、ツイッターお願いします。あ、ケンケンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ケンケンです、うん、今日は冷たい雨で寒いですが、寒いよ雨。あ、うん、どうした。あ、ごめんなさい、どうした。気になるな。いきなり人言うこと入ったけど。はい、3人の力でホットで楽しい話をお願いします。ご報告があります。何、うん、最近ソケイヘルニアを見つかり、うん、来月末にソケイヘルニアの手術をしますという。なんとか無事に。ソケイヘルニア、ヘルニアってことでしょ。大丈夫ですか。普通のヘルニアじゃないの。いや、ソケイヘルニアですよ。ヘルニアなんか、わかんない、あんまり聞きなじみないな。でも手術ってことはやっぱ病院に入院してやるのかな。あら、大変。いや、ちょっと大丈夫ですか。早めに良くなっていただいて。ねえ、ほんとほんと。ヘルニアは骨、関節。ぎっくり腰とかってさ、あれはあれ骨じゃないじゃん。骨と骨の間のなんかじゃない、ヘルニアって。うん、イメージ的に。そうなんだ。あ、誰も詳しくはないっていう。入院経験は終わりです。ある、ある、ああ、あるんだ、うん、え、何で入院されたことあるの。私なんかストレス性の胃腸炎みたいな。ストレス？胃腸炎で入院？そんなにデリケートだったっけ。あ、なになに、なんだって。いいやが言ってましたよ。あ、そう。胃腸炎で入院まで行くんだ。それいつの話なの。でもね、ほんと中学生の時で、あれ、あ、そう、すごいなんかセンシティブだったのね、うん、やはりなんかツイッターの表示みたいなセンシティブね。そうそう、うん、ほんとそうで、なんか友達の悩み相談をずっと聞いてるうちに、うん、友達いたの。あの、その当時は。あ、いたんだ。当時はね。そうなんだけど、なんか自分のことって思って考えちゃいすぎて、自分の経験になっちゃったの全部。役者向き、この頃からもう女優の片鱗がもうね、役者向きだわこれは。すごいな。何日間ぐらい入院したの。あ、でも1週間ぐらいかな。1週間入院するんだ、やだ、うん、頑張ったね、頑張った、ね、でね、何が一番嫌かって、うん、入院することとか、例えば病室で一人とかそういうのは全然平気なの、うん、怖いとかっていうのもないんだけど、私血管が細くって、うん、あの点滴がね、うん、入りにくいし、うん、入らないし、うん、やっと入っても、うん、あのずれて、血管のね、壁に当たっても激痛なの。痛いんだよな、痛いんだよ、すごい痛いの。あれ、点滴って血管に入れてんじゃないの。いや、そうだよ、だからその血管が、ね、あの入ってるのがこう動いて、うん、その細いから血管ぶち破っちゃうの。いや、破らないけど、今では血管結構頑丈だからだけど、ツン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 当たるから痛い。めちゃくちゃ痛いの、それってすごく、なんか胃腸炎の痛さじゃなくて、血の痛さっていう。そうなの。え、高橋さんは何で入院したの。俺ね、あのずっと入院に憧れてて。そういうこと。小学生とかだよ、それ。なんかの発想が松まずいに憧れるみたいな。全然そうじゃなくて、もう看護師に会いたくて、あ、もうなんかもう本当に憧れの
別に憧れ、自分がなる憧れじゃなく、なんか会いたい、会いたい職業ナンバーワンだったの俺、看護師。なんか すごい、なんかさ、けなげじゃん。けなげっていうか、人をね、看護しながらさ、あんな激務でさ、大変だと思うの。で、みんなもう可愛いじゃん。だからもうね、どうにかしてそのなんかこうね、あのパラダイスに行きたいと。でも、病気になるの嫌なのね。だちょっとなんか何も 動けないし、うん、何も食べられないっていうのは嫌なのよ、うん、じゃあある程度自由で、うん、なんかそのできるだけ健康体でその看護師ライフを満喫するためにはもうこんなこと言ったら殺されるね、うん、俺ね なんで入院したどうしたらいいんだろうと思ったら、うん、ずっと考えた時にあ骨折が一番いいんじゃないと思ったの、うん、それだったらあのね全然あの動き回れるし、うん、だったら足がいいなと、うん、手だったらなんかちょっと何もできなくなっちゃうから、うんうんでもなそんなうまい子はいかないかな、なんて思ってたらですねあの力仕事のバイトしてる時にねちょっと事故に遭っちゃって、それであのなんとですね両足首両足首剥離骨折の左足前十字靭帯断裂っていうねいまあ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 さまあまあまあの事故起こしちゃって、それでね3ヶ月いたねいやー投げ3ヶ月は投げやっぱねこういうなんかこう悪しきね良くないことをね横島な心でいくと、うん、やっぱりお天道様はね見てるぞよく無事だったね本当ねそこがねちょうどね大物のねガラスを10枚ぐらい運んでたの、うんでかいでしょ重いじゃん重いじゃんガラスは重いんだよだからもうガラスって時点でもう不吉な予感しかしないもう200キロぐらいあるよだから、うん、それを前と後ろになんか2人で支えながら台車で運んでたら、うん、なんかねバランス崩してね俺の方に倒れてきたのよいや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 でそこで真正面から受けてたら多分もう全身やばいじゃん全身やばいし死んでたかもしれないんだけど、うん、うまくね逃げながら倒れてでねまっすぐじゃなくてちょっと避けたの、うん、あのひねったの足をだからダメージがあの別に皿も割れなかったし最小限で抑えられたのよでも最小限でも3ヶ月よいやでもねちょっとねあの時ね救急車でしょ当然いや救急車うんあでもちょっと親父に守られたかなと思ったねああ何かちょっといい話になったでしょうん、いい話でどうか終わってください。親父さんのエピソードそんな知らないから、ね、いきなりそのキーワード出てきてもどう乗っかりきれないところはある。話知らないもんね。あ、そうかそうか。まあ親父の、俺ね、ちょっと早くにも死んでるんだけど、ね、そうなんですよね。多分親父がちょっと守ってくれたな的な感じがして。また来るな。また来るな。また来るなっつってね。うん、いやーよかったね。話聞いてて急に思い出しちゃったんだけどさ、やっぱ私なんかすごい二十歳になってまたそこでもすごいストレスのなんかあれで急に倒れちゃったのストレスすごいんだね当時はね今は全然ストレスかうん全然大丈夫なんだけどでもすっごいなんか盲腸ではないんだけどなんか虫垂炎みたいななんかそんなやつでもう立ってられなくてバタンって倒れてどこでえ外で駅じゃないけどお店でであもう死んだみたいな感じで意識失ったのあ失ったでその時なんか私お洋服屋さんで働いてて、うんうん、あ働いてる時にそうパタってなったから、うん、なんかお母さんとかに親にこう連絡行って、うん、救急車呼んだんでみたいな感じで、うん、でバーって来て、うん、で今もう救急車来たからねみたいな大丈夫だからねみたいな感じで、うん、でもう意識朦朧としてるみたいな感じで、うんうんうんでなんかあほら救急車着いたよみたいなこうバーって乗った瞬間、うん、あのサマーズの三村さんに、うん、救急隊員の方がめちゃくちゃそっくりってなんでだよいや本当に似てるのねでそれで、うん、なんかあほらずっと呼びかけてくれたみたいな、うん、でそのお母さんがなんか私のこと言って見てみちょっと一回見てみみたいなマジ見てるからみたいななんかお母さんよくだね今みたいな見て見てみたいな感じで見てるみたいなお母さん気になって仕方なかったんだねそうもうでその人声も似てたのその人は声もめちゃくちゃ似てて大丈夫かよっつってそうもう着くからねって言ってあもう着くからもういやそう本当本当で降りた後も似てたねユリみたいななんか元気だなそうそうなんか急に思い出しちゃったけどね
いろんなねエピソードあるけど、まあやっぱ健康がね一番ですよ。本当にね、うん、本当さ、そう、年を取ることに思うね。思う、もう五体満足、本当思う、本当にビバはっしょい。もうね、やだ、怪我と病気で入院するのやだ、いやだよ、本当ね。ジジイの番組だな、おい。長生きしたとしてもさ、あの寝込んだまま長生きとかもやだね。なるべくこうやってみんなでバイバイしていたいね。そう、だからもう動けなきゃ意味がないのよ。なんか来たでしょ、メッセージね、はいはい、そうですね、いいですか、お願いします。はい、たまみさんからいただきました。 ありがとうございます。たまちゃん、たまちゃんありがとう、ありがとうございます。はい、久しぶりに3人揃いました ね、 本当だね。鼠径ヘルニアは腸の一部がお腹の外、過去皮膚の下に出てしまう病気ですよね。え、腸の一部が手で押してお腹に戻ればいいのですが、戻らないままねじれたりすると血行が止まって緊急手術が必要になります。関東ヘルニアって言います。ケンケンさんの手術が早く無事に終わりますように。どういうこと、え、骨じゃないってことか。え、腸が何、そういうことですね。腸が邪魔してんの。腸の一部がお腹の外に出てしまう。お腹の外っていうことはあれですか、これは皮膚の下、我々バカですよ今これで分かんない、いや分かんないですね、分かんない。でも多分だから骨じゃないんだね、大変だね。いやだからもうでもそれこそ本当早く良くなってほしいんですよ。本当ですね。ケンケンさん、これは分かった。あのね、あの早く退院した後は、うん、ね、このインナーマッスル鍛えなきゃダメですよ。多分ね、お腹周りの。うん、でそうやって筋肉でちゃんと固定しないと内臓を。うん。ね、ちょっとでも解禁はやりましょう。そうですね。まあでも本当皆さん、あの、うん、まだねコロナもあの、うん、なんかいろいろね開けたとは言っても、まだまだこう自分たちでね、インフルもあるしね、はい、気をつけていかなきゃいけないので本当お気をつけください。ちょっと映画行きます。そうですよ、映画行きましょうよ。そうそうそう、ね、あのそのもうね皆さん全然だよ、全然コーナー何もや。池袋ヒューマックスが、うん、もう本当に来週の金曜29日でもう、うん、本当に多分今度は最後だと思います。ラストラン、もう多分延長しないんじゃないかな。そうね、今日あれ今日はないの、今日はないんだよ、あれ明日、来週なの、昨日だったのか。なんかすごい特別イベントみたいなのされてたんだよね。どこで、あのヒューマックスさんで、うん、今なんだっけ、あのツイッター見たの、なんか全然情報さ、なんか全然知らない全然回ってこない、ね、いやあのヒューマックスの下の劇場、うん、劇場前に、うん、先々週かな、ご紹介した、うん、あ、これだね、これ、アイドルマスターサイド M さんとお仕事コラボレーションをして、うん、そのスペシャルプログラム、うん、ライブトークショーされたんですよね。明日あ、されるんですね。明日あるぞ、上映。失礼しました。明日ですね。23日土曜日1時から銚子電鉄の社長竹本さんと、あと、アイドルマスターサイド M、 あ、アイドルマスターのシリーズゲーム統括されている三本さん、三本さん、明日お二人ライブトークショーを始められる。明日あるの、ね、すごい、ね、なんかもうあの何も言えねえだろ、うちら、なんかな、情報全然持ってない。ぜひぜひ。来場者特典もね、東京ヒューマックスカードが、やっぱ特別にやるってことだね、きっとね。そうですね。ちょっとぜひこれ皆さんね、よろしくお願いします。これすごいね、アイドルマスターってなんかこれアニメなの？ソーシャルゲームですよね。あ、うん、すだから銚子電鉄すごいよね。うんうん、なんかコラボレーションとコラボして、ああツイッターにコメントきました。じゃあちょっとあの一回ね、あツイッターちょっとメッセージを読みましょう。そうそれ返しましょう、はい、どなたですか？はい、はい、じゃあケンケンさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、手術といっても30分から1時間で終わり、しかも日帰り手術ですので入院はしません。よかったです、よかったよ、はい、そして続いてたまみさんからいただきました、うん、ありがとうございます。年を取ると病気ネタ、病院ネタが増えますね。私が一番長く入院したのは出産の時ですが、産んだ後に思ったより痛そうじゃなかったという言葉を一生忘れない、かっこ怒りっていう。誰かの旦那様から言われたんですかね。いやこのね、そうなの、この足乗っけて力入れるんですよ、うん、お産の時にね、うんうん、で足乗っけてグーって産むんですけど、うちの奥さんギータ産む時に、うん、この足乗っけてグーって押すやつをやってたらポーンってこれが壊れたんですよ。
足乗っける台が壊れて片足だけになってでも力が入んないっていうんで俺がベッドのここ掴んでこうやってここここグーってやってました。すごい。あ、もうじゃあずっと立ち合ってたの？そう立ち合って俺もずっとこの状態で奥さんの右足ここで左足はあの壊れてないんで尋常じゃない力でしょ。そうグーグーっとよく耐えれたね。相撲好きでよかったと思いました。いやなんかちょっといい話だな、うん、いい話なんかちょっと泣きそうになっちゃった、ね、でも泣いてないでしょ、うんね、その程度でなんか病院によって立ち合いの基準が全然違うのよ。で、うん、うちがリタを産んだところの病院は立ち合ってもいいんですけど、うん、奥さんの頭側にいてくださいって。そうなんだよね。でこちらに来ないでくださいっていう病院だったの、うん、結構ねショックでね男性トラウマになる人がいるのよ。弱いね男は。そうだけどその状態になってこうなったらこっち側に来てることなんだよ。ああそうだよ。そうでそしたら看護師さんがこの場合はみたいな。いいのかいいのかそしたらもう医者がいいもういいよいいよっておおおおじゃあもうがっつり見てたのもう。でもねここで壊されてるからそれどころじゃないんだ。ここももうこうは見えない。あそれよりも耐えるの大変だもんね。すごい。そうそうそう話なんかいい話。おね、いいな。いい話できてよかった。泣きそう。泣きそう。でも泣いてはないってことだよね。でももうすぐ泣きそう。どのぐらい、どのぐらい泣くかな。全然映画に行けねえ。全然映画に行けねえ。今日はもういいのかな。映画に行けねえわ。あのね、映画のシーンで、もう散々やってると思うと、バリッまずいって言ってさ、あのまずい棒食べるとこあるよね。 あれ何本食べたのっていう質問をずっとしたかったの。この間ね、うん、してたんです。あれ何テイクぐらいしてんの。あー何テイクしたかなあれ。1回目じゃないでしょ。違う違う、5、6本食ってるね。いや口の中これ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 このシーン、まずい、うん、これこれない5、6本食ってる。5、6本じゃあ相当水分も取ってる。うーん口の中大変なことになってない。水分あ水分取ってるね。やっぱそれぐらい結構お腹いっぱいだよねこれ。なるほどね、はいはいはい、それ聞きたかった、ちょっとじゃあこれもちょっと流してみましょうか。いやいやちょツイッターツイッターツイッターどうぞ。でもはい、たまみさんからいただきまして、はい、先ほどのは夫の言葉です。なるほど、そうだろうな。そうかそれ医者に言われたらこんなんだよね。これは旦那さんでしょ。なんだっけ、あ医者がね、医者が思ったよりも良かったよかったみたいな。こらだよ。いや医者だったらまだいいじゃん。え医者だったらまだいいじゃん。だって何を言おうとしてるんですか。いろんな患者見てるから、そこの人に比べたら楽そうでしたよだったら、旦那から言われると頭にくると思う。頭にくるでしょうね。おめえ変わってやろうかみたいなね。あるよ。映画これ流せねえなこれね。いけるか。ちょっと行こうか。ちょっといやいや流せないでしょ。いやもう無理もう無理よもう無理よ。この時間はもう無理よ。っていうことはもうこのそろそろエンディングテーマが流れる時間ですかこれ。くっそ映画行きたかったな。行きたかったな。まあまあいいでしょ。まあいいでしょ。おかしいな今日ね。完全に我々の不手際ですよ。いやだから始まる前ね、みちちゃんとね、ずっと楽屋でさ、うん、いや今日ちょっとどういう話しようかなっつってね、ネタなんか話すことあるとか言ってね、うん、ずっとなまあなんとかなるだろうみたいな話をしてたのよ、うん、でも俺はちょっとね、心配だなぁ、なんかこう俺ガチガチでなんかさ、固めたい裸からさ、まあそうね、この時間はこうな、これ、これ、あれ、あれっつって、うん、だけどもなんかね、二人が嫌がってるからさもう自由になってきたじゃん、うん、またツイッター来てありがとうございます。ありがとうございます。そしたら何の、まあすごいね3人たうちら3人いるのもなんか楽しいよ。これ何時間でも話せそうだな。何時間でも話せる。ただこっからまた映画の CM 多分1時間ぐらいいけっからね。ああ俺ちょっとこれは無理だな。はい、お手紙アリスさんからいただきました。ありがとうございます。アリスさん、はいはいはい、初めて、初めてかな。あ、1回は、うん、今日は久しぶりのお休みで、はい、久しぶりにお三方の楽しいトークが聞けてよかったです。ありがとうございます。甲賀さん、お芝居見に行きますね。おお、お願いします。ありがとうございます。あと1分ですって。早いね。そうだね、早いですね。あのさ、まずい棒食べる時はずっと同じ味なの。なんで話が好きなの。ずっと同じ味なの。好きな味って言ってもまずい棒ってさ2種類、あれチーズ味と何が、なんかあったの。あ、コーンポタージュとチーズか、2種類あったんですよね。でも今あれだよね、生姜、岩下の新生姜、新生姜味も増えてコラボして、ね、でなぜかあの沖縄パイン味っていうのがあって、ああそうだ、あれはね、本当にまずいのよ。もう今、
今ちょっとどうしようかと思って絶対言うだろうなって思ったよ。 なんで最後にそういう話するの。それとね、あとね、蔵元のね、蔵元の那須田がねちょっと斜めってたのを気になったんですよ。そうですか。はい、ありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。すごい時間ぴったりに、なんかね、こうやってもう切られるらしいんで時間ぴったり。風に吹かれて